ジンゲイ、潜水艦が3月に就役する中、タイゲイ型潜水艦の全容が徐々に分かってきました。今回は、艦長でさえ、お手上げのタイゲイ型を詳しく見ていきますね。お手上げとは、あまりの高性能でってことです。気になる動きも、台湾初の自国建造潜水艦ハイクンがタイゲイ型潜水艦を超えてるって話もあるんですが、中国海軍が一番危機感を感じているようですね。台湾海峡で中国海軍の潜水艦が密かに沈んでいるかもしれませんね。2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入、大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えない。特にロシア・ウクライナ戦争では陸上戦力による対照戦においてウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられている。こうした状況下、日本の現状に目を移せば、幸いなことに、周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシア・ウクライナ戦争に容な陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないが、非対称戦の重要度は増しているように感じられる。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち、軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙している。この日本が、仮想敵国と海を挟んで対峙するこという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるが、経済力を背景に、軍事力の強化を推し進める中国によって、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛の必要性の比重が増している。これを念頭において、日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているが、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだ。ただし、世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いている。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても噴出している。そんな中にあっても、日本の防衛の要と言うべき既存戦力は、やはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に、最新型潜水艦の一番艦であるタイゲイを就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。タイゲイ型は、すでに、昨年2023年3月に、2番艦であるはグゲイも就役を果たしており、この今年3月には3番艦であるジンゲイも就役する予定で、今、まさに最終の準備が行われている段階だと言って過言ではない。そして、タイゲイ型は4番艦のライゲイも昨年2023年10月に進水と命名を終えており、こちらも予定通りに計画が推移すれば、2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されている。ちなみに、タイゲイ型の建造費を見てみると、1番艦のタイゲイがおよそ800億円、2番艦ハケゲイがおよそ720億円、3番艦のジンゲイ及び4番艦のライゲイがおよそ700億円と、量産の効果で若干の低減が見込まれている。しかし、前述したように、世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性がある。さて、今年2024年の3月終了時点で、タイゲイ型も3番艦のジンゲイが計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は
最新鋭の太平型3隻、前級の総竜型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となる。これに加えて、最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には、少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないだろうか。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇は、すべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、計算上は、最大でも、同時に実戦配備が可能な数は7から8隻とめされる。この稼働数で、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷、津軽海峡、西は対馬海峡、南は、宮古、大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視している。これら5カ所の海峡を、有事の発生の際には、潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に、仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であるといえ、現状の22隻体制は、これを実施可能な必要最低数だとめされる。かつては、海上自衛隊の潜水艦隊の数は、16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれない。しかし、実際には、第二次世界大戦後に、互いに、ある程度の規模を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもある。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭のイゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも有数の規模を誇る。太平型は、この船体に、3番艦の人鯨までが、川崎重工業社製の 12V25-25SBDゼル 機関を2機、4番艦の新鯨以降が同 12V25-31DZ 機関 ×2 機と、リチウムイオン電池と発電機を備える、ディーゼルエレクトリック方式を採用している。これらの機関部によって、太平型は、最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能とめされており、軍事機密のため、詳細なデータは未公表だが、航続距離は、推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われている。こうした太平型の性能は、推定値とはいえ、通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や総竜型と比べても、大幅に能力を向上させていると言ってよいだろう。こうした点を捉えて、太平型であれば従来の前述した5つの海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれる。しかし、個人的には、いかに、太平型が、リチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、軒並み30ノット前後の水中速力を、発揮可能な能力を備えていることに、比すれば同列には論じられないと感じる。そもそもが、海上自衛隊の護衛艦でも、多くの水上戦闘艦が、最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、太平型とはいえ、とそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだ。それでも、太平型は、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに、親潮型総竜型に比して、連続潜航時間が大幅に伸びたことは、
待ち伏せ戦術においても有効性をさらに高めたと考えられる。最新鋭で、かつ日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに、対外型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビュー等を参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化、デジタル化されていることは間違いない。ことに、前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の王の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察される。日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドンに本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F22 ラプターと F35 ライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次官補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそもアメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、 NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。
いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年という、こうした一致が、日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また、日本とイギリスとは、立地においても、共通点が少なからずあります。両国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F-35 ライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は、第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは F-35 ライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを、予算上48機調達している最中で、日本のように A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が A 型を60機、B 型を15機、海軍は B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バ B 型の調達数を空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが、GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには日本が難色を示していると見られているようです。イギリスとイタリアは日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。
サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。鹿児島県の種子島の西方に位置する馬毛島、自衛隊が使用する基地、及び在日アメリカ軍の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地として、整備が悪魔的との情報をキャッチしました。今回は、馬毛島の現在と馬毛島の役割を詳しく見ていきます。中国的には、やっぱり嫌だろうなと感じていますし、こんなに早く建設できるのかと考えてしまいます。出雲や、加賀にアメリカ原子力空母が入港本格始動となると、中国にとってはとても厄介でしょうね。鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに、1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ、鹿児島県下で、日本に、初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種子島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は民間のタストンエアポート社という企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのタストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に、批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の硫黄島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP をもっと日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも、全長で300メートル、排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には、高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。
具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同港に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、その実施場所の確保は最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、艦載機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは厚木基地、翌1983年からは東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり三沢基地及び岩国基地は駐機場である神奈川県の厚木基地からは非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうどこの時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は、可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットへと移行されたが、この変更も陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった FA-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカでは、バージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから、抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において、FA-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して、批判の声が大きくなり、前述したように、1991年8月以降は、小笠原諸島の硫黄島に、その部隊は移される。ただし、厚木基地から硫黄島までは、直線距離で、およそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては、陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に、対象搭乗者の負担の増加や、時間、燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は、日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には、広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島、大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかし、この大黒上島の代替地案も、地元住民をはじめとする、猛烈な反対に遭遇し、同島を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では、部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は、広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的に、その移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際には、その艦載機は、岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は、引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は、非常時のみの使用とされた。しかし、岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から、
問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離は、およそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合、3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練、FCLP の人的、時間的、距離的な問題をすべて低減させることは明白だった。そのため、一部から、根強い反対活動はあったものの、前述したように、なんとか、日本政府が、馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、旧所有者のダストンウェアポート社の関係者を除けば、事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は、2023年度の補正予算内に、馬毛島の整備に、2684億円の経費を計上。陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけにとまらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲片護衛艦の艦載機となる F35 ライトニング2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。